我々は筑波大学発の宇宙ベンチャーとして通信に特化した衛星を開発しています。その中でも光通信という領域の通信機を使って衛星の間を高速通信で結ぶというネットワークですねのサービスを宇宙空間で展開をしようとしています。今後数年間で3機を超えるですね光中継衛星を宇宙空間に打ち上げて宇宙空間が全てオンラインになっていく世界を作っていくとそういうスタートアップになります。研究機関や大学が数多く集積をしているこの土地の特色として我々みたいな科学技術系のベンチャーが多いことは確かですし、そこに非常に大きなポテンシャルがあるっていうこともこれもまた確かだと思うんですけれども、科学技術そのものだけではやはり社会に対しての貢献ができる領域というのは非常に狭くなってしまうので、いかにその技術を社会実装していくか商業にしていくかという意味においてはリスクを負って科学技術の社会実装商業化を担うスタートアップの担い手ですねっていうものと、あとはそこを支える地域であったりとかマーケットですねっていうのが非常に重要になると思います。そういった意味では農村もあったりとか、大学があったりとか、研究機関があったりとか、本当にバラエティに富んだバックグラウンドを持った人たちが一つの場所に集積しているからこそ、その偏りのない新しいビジネスであったりとか産業であったりとかイノベーションの種がどんどんできてきているのかなというふうには思います。筑波駅の周辺にスタートアップが活動でき、かつその成長していける、そういった環境がハードの面でもソフトの面でも揃ってきたっていうのが非常に大きな変化かなというふうに思っていて、今筑波駅の周辺地域もさまざまなプロジェクトが走っていて、スタートアップが段階を追って成長する、そういった環境整備っていうのが非常に強くなってきているかなというふうに思います。やっぱりそのスタートアップというのはいきなり10人とか20人とか100人という規模のチームになるわけではないので、最初は本当に数人からで10人20人50人減って100人っていう風になっていくと、それぞれのサイズに合ったファシリティっていうのはどうしても必要になると。それができるだけ、近接したエリアの中で成長していける。でそれができてくると、やはりこの地域にスタートアップが存在としてかつ文化としても根付いてくるので、その上でやはりその地理的なこの筑波という土地の利点ですね、例えば成田空港までバスで直通で行けるとか、羽田空港もそうですし、加えて東京にもアクセスしやすいという意味では、日本国内に対してだけではなく世界に対して社会実装を提供できる、技術を提供できる、サービスを提供できるスタートアップがその力をより発揮しやすい土壌がもともとあった中で、やはりそのスタートアップが成長できる環境がその上に乗ってくると、よりこの土地のポテンシャルっていうのは高まっていくんじゃないかなと思います。加えてやはりその東京都心にないものがかなりこの土地にはあるという意味においては、村地帯であったりとか自然が非常に広く広がっていると、心を落ち着けられる環境で働くことに価値を感じるような方々っていうのがかなり積極的にですね我々の事業に参画をしていただけるようになったという意味では、東京ではなく筑波で事業をする意味っていうのは未だに非常によく変わるんじゃないかなと思っています。スタートアップが生まれて成長していくにあたって必要なインフラはもうすでに揃っていると思います。でかつそれをしっかり成長させていく、進化させていく、
そういった思いを持った方々も非常に多く今はいらっしゃるので、この地域のイノベーションエコシステムの発展っていうのはこれからも多分絶え間なく進んでいくんだと思います。ただいずれにしろスタートアップイノベーションのエコシステムはこの地域において完成されたものではないので、我々のようなスタートアップの関係者も含めて一緒になってエコシステムの進化っていうのを考えたりとかになっていくということもできる今段階にあると思ってます。なのでスタートアップとしての会社チームを成長させるだけではなくて、コミュニティをこう一緒に成長させていくようなことができる地域だと思うので、そこにワクワク感があると思いますし、そこにやりがいを感じていただけるような方がいらっしゃれば、かなりやりがいのある地域だと思うので、いつでもウェルカムかなというふうに思います。